わー、最高速度時速70キロ、全長 1.1 キロ、地上からの高さは60メートル。いずれも道内最大級です。乗った人はみんな、うわー、大自然の中に張られたワイヤーを一気に滑り降りるジップライン、明日遠軽町にオープンします。最大斜度25度ですかね。ここはもう本当にスリル満点。冬はスキー場のため、スタート地点まではリフトで上がります。安全ベルトで体を固定したら準備完了。座った体勢で滑り降りるため、子供から高齢者まで安心して楽しむことができます。高いところは得意という記者が体験しましたが、3、2、1、加速。実況をお願いしたいんですが、 1.1 キロにも及ぶコースを5分で一気に駆け抜けます。いや、もうすごいスリル、鳥になったように風を切る体験ができまして、スキー場の夏場の集客につなげようと町が新たに建設したジップライン。自ら体験した町長は、スタートは本当に怖いですね。途中失神してたかもしれませんねまあ冗談ですけど、特に、お子様家族連れの方に楽しんでいただけるかなと思います。